皆さんこんにちは、今仕事終わりで東京にいるのでちょっと時間があまり、これから大好きな新大久保に行きたいと思います。イエーイ。この前ね、新大久保に、私の大好きなイーミン星の誕生日6月22日に行って、それで友達に教えてもらったあの韓国料理のお店で食べたんだけど、これがめっちゃ美味しかった。あのヤンニョムチキンって言って甘だれ、韓国の、それがもう絶品でびっくりするぐらい美味しくて、どうしてもどうしても食べさせたくて、今日はじゃん、ケンスケを連れて行きたいと思います。パパ楽しみ？楽しみだけど自分が食べたいでしょ。あ、そう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 なんだよそれ、本当優しい気持ちを踏みにじるような一言を言いましたけど、そう、本当は私が食べたいの、はい、だからね、運転して連れてってもらおうと思ってるわけでございますが、でも楽しみでしょ。そうだね、韓国料理好きだもんね、うんうん、これから、新大久保に向かいたいと思います。それでは撮影 OK もらえたよ。美味しいのよ本当にここ。でも有名なんだよ。今日マネージャーも一緒にいますが、3年ぐらいで、3年ぐらいあるんだって。よかったね。でしょ。次サラダ切ってみます。ありがとう。じゃあちょっとサラダ分けちゃおうかな。うん。もう一度。どっちに今入れたでしょ。全部入れました。ね。いただきます。でも大丈夫、できれば毎日来たい、新大久保。おいしい。うちらも年取って食欲落ちたね。食欲、うん、自分で好きなのだろう、ね、ちょっといいの、うん、江戸前入りキンパ食べたかった、これ美味しそう、はい、この端っこが好き、なんでかっていうと得した気分、うん、作り方が違うね。これ美味しいです。うん、美味しそうだ、気持ちいい。何かな、おいしい。これ買えるんですか。はい、買えます。あ、買える、うん、本番に近い気持ちあります。うん、すごい美味しいです、今いただいたら、ね、買ってくれたら、どこで、つなびで、うん、つなびで、うん、ありがとうございます。さっきお肉にごま油をつけてからね。食べる前に説明しなかったけど、サムギョプサル美味しい。豚炒め、あの韓国では定番なんだけど、あのこの韓国の炒め物の中で私一番これが好き。韓国の市場行っても頼むよねこれね。レストランは2店舗で、隣にお惣菜屋さんがあって、そこのお惣菜屋さんも私そこは昔来たことあるんだけど、すごい美味しいよ。ヤンニョムチキン、どうしてあんなにカリカリなの。カリカリ、そんなのは日本のあれ、唐揚げの粉とはちょっと違います。小麦粉じゃなくて、普通のあれ、韓国のあれがあるんですよ、チキンパウダー。チキンパウダー、はい、何なんだろう、米粉なの、お米かな、これいろんなものが混ぜてる。ああ、そうなんだ、はい、あのカリカリ、普通じゃないもんね。おいしいじゃん、ね、毎日来たい。食べた後だから、今その言ってる気持ちがわかる。これ、キムチも一緒に。감사합니다。ね、教えていただくのが一番ね、美味しい食べ方をね。一口でですね。一口で。さすがに本日だけは一口で行きたいところですが、ふんだんに一口で。何人かで来ないと絶対いろんなもの頼めないよね。今日はパパが行く。でもパパとね、2人でも絶対そんなにたくさん頼めないんだ。
も食べるのよ。だからその漬けを食べてると夢からも食べたくなるのよ。いただきます。ヤンニョムチキン、これ一番の大好物。本当にどうしてこんな格好に上がるのか。美味しいな。うまいよ。食べたいって言っても分かったでしょ。うん、カリカリに、うん、うん、うん、わかるでしょ、これね、食べたい食べたいしてるわけ。うん、うん、いい辛そうに見えるけど、そこまでね、辛いって言うわけじゃないから。うまい、おいしいでしょ、パパ絶対喜ぶと思ったの。うん、止まらないよ。うん、おいしいよ、このカリカリの食感がまたいいよ。うん、ヤンニョムチキンって何度も食べてるけど、ここのが本当に美味しい。びっくりするぐらいここも美味しい。これで来たんで、水冷麺、うん、次は水冷麺を食べます。野菜に巻いて、おいしい。入店してから40分どうする？デリカオンドンというお店なので、このお店すごい美味しいんで来てみてください。 ありがとうございました。美味しかったです。ちょっとあのそこの隣のお店を 見る。やばい、めっちゃ美味しかった。美味しい。なんかキムチありましたよね。はい、キムチ。それはどれですか？自家製の。じゃあこのキムチをちょっとどこから出すか。あの違うか。あとヤンニョムチキンのタレがある。これヤンニョムチキンのタレ。ごちそうさまでした。もう満足。これであの大満足で埼玉に帰れます。